アニメ化。時は宇宙世紀 0079。兵器に似合わぬ姿や仕草。並外れた運動能力を持つと言われるある機体は、変貌の日々へと続く恐怖の洗礼を受けようとしていた。悪海23線プラスアルファ。地球の7割を占める。海という環境に適応するために作られた。ジオンの水陸両用モビルスーツ。巷ではジオン水泳部とも呼ばれるこの機体たちは、最初は海に適応するという目的を持つザクから始まり、続いて海の水を利用した冷却機関によって、モビルスーツにビーム兵器を内蔵するといった、困難な環境を逆手に取った進化を果たしていくなど、ジオン脅威の技術力を象徴するかのような存在でもあった。そしてそんな水泳部の中には、水中だけではなく地上の戦闘能力が非常に高い、悪海という機体がいたのだが、この機体の凄さはその能力だけではなく、ガンダム史上屈指の影響力を持つ外見にもあったという。それが驚異的な戦闘力と、見る者を癒しで魅了する姿を持つ悪海と、その意外な発展劇の記録である。悪海。型式番号、MSM-04。アニメ、機動戦士ガンダムが初出。本機は隠密活動に長けた水中特性と、優れた陸上での戦闘能力を併せ持った機体であり、その特徴として丸みを帯びた全身に加え、ザクのパーツを多く流用しているため、生産性や整備性が非常に高く、胴体部には並列するように、陸戦型ザク2のジェネレーターを2機も搭載している。また、コクピットは訓練にも適した複座式で、パイロットは腹部のハッチからリフトで乗り降りできるようになっており、両肩から両肘までの間には、フレキシブルベローズリムと呼ばれる多重関節機構が採用され、伸縮可能な構造になっているため、防御ガやゴムの人には到底及ばないが、いわゆるリーチが伸びる攻撃が可能になっている。さらに頭部はセンサー類を多く積み込んでいるほか、モノアイレールは横方向に360度、縦方向に180度カバーできるものになっているため、非常に広い視野も確保できているようである。推進系に関してはバックパックに2機のスラスター、両足裏にスクリューが付けられているのだが、本機の移動の最大の要は、ザクよりも歩行に適した構造で作られた、両脚部にあるらしく、地上ではジェネレーター2機のエネルギーを活かすことで、陸戦機に匹敵するくらいにスムーズに動けるほか、跳躍による移動も可能であり、伸縮する両腕も移動補助に使うことで、まるで野生動物のような、素早い動きを発揮することが可能になっている。一方で本機は水中では、ジェネレーターを半分の1機だけしか使わない、省エネ運用になっているのだが、その恩恵で排熱量が少ないため、熱源センサーに引っかかりにくいという特性を作り出したらしい。さらにその性能を活かすために、機体の表面には電波や赤外線対策になる塗料を塗っており、本機から発せられるソナーも、クジラの超音波と見分けがつかないなど、実質ステルス機と言えるものになっており、代償として水中での移動速度はそれほどではないものの、その水中用の能力は非常に侮れないものになっている。武装に関しては、頭部にザクマシンガンと同じ口径の 105mm バルカンが4門あるほか、昨今の設定では両前腕部の武装は、ミッションに合わせて変更できるようになっており、接近専用のアイアンネイルや、その中央につけるものとして、メガ粒子砲やバルカン砲があり、さらに6連装ロケットランチャーなどが用意されている。そして本機の初デビューは、シャーアズナブル率いるマッドアングラー隊に配備されて、連邦の総司令部があるジャブローの破壊工作のために、4機が投入されるというものであった。しかし潜入工作はホワイトベース隊の子供たちと、アムロレイを含めた同艦のクルーに阻止されてしまったため、やむを得ず撤退することになり、その際にジャブローの施設や戦車の破壊を行っていたのだが、アムロが狩るガンダムが来てからは流れが大きく変わり、正気が全く見出せないほど強くなっていた彼の追撃を前に、追いつかれたら即終わりなしの逃走劇になったのである。そこからは必死に逃げるも追いつかれ、
唯一逃げることができたのはシャアのズゴックだけで、今期は全滅といった悲しいデビューでアニメの出番を終えたのであった。一方で同じ一年戦争が舞台となる OVA、機動戦士ガンダム第08モビルスーツ小隊では、陸戦型ガンダムに水中から奇襲を仕掛け、頭部を苦労で吹っ飛ばした後に、コクピットに衝撃を与えて KO するという、デビュー時には果たせなかった、悪海の性能を生かした活躍を見せている。もっとも、他の媒体でも出番は少なく、一年戦争の活躍はあまりなかったりするのだが、不完全燃焼とも言える本機の活躍は、バリエーション機たちが果たしていくのである。悪海のバリエーション。まずは漫画、悪海博士に登場したもので、悪海が量産化されるまでの道を切り開いたプロトタイプ悪海。こちらは水面社のものと、その親会社であるジオニック社が作った、ストック2の2機が作られていたのだが、一説では様々な試行錯誤と改良を重ねた結果、波のパイロットではとても扱えないものになった代わりに、正式採用された悪海よりも潜在能力は高くなっており、ジオン主催の水陸両用機のトーナメントで、最強と言えるほどの力を見せていたほか、悪海の正式採用後も戦場に投入され、北米で交戦した連邦機を次々と撃破するなど、オーバースペックな活躍を見せていたらしい。続いて宇宙世紀 0084 にも、プロトタイプの流用品なのか、通常の悪海の魔改造品なのかは不明だが、パイロットの技量を大きく機体制御に反映し、尋常ではない動きができる特殊悪海もいたらしい。続いて宇宙世紀 0088 には、個人のコレクションを奪ったものだが、コクピットが全天周囲モニターとリニアシート式になった、近代改修版悪海が誕生しており、こちらはハマーン・カーンという意外すぎる人物が乗り込み、ホバー移動や跳躍からの空中射撃、さらには立ち塞がったゴックの腕を、簡単に苦労で破壊して追い詰めるなど、彼女の技量を存分に反映した活躍を見せている。また、その2年後の宇宙世紀 0090 には、ジオン残党かアナハイムが回収したと思われるもので、同様にコクピットを全天周囲モニターなどにした、もう一つの改良版悪海が登場しており、こちらは元ジオンのエース部隊である、キマイラ隊のメンバーであるユーマライトニングが乗り込み、同部隊が残した、重大な機密の争奪戦の際に運用している。その後の宇宙世紀 0092 には、完成時期は不明であるが悪海の派生機で、より球体に近い形状になり、ジェネレーターの冷却機能を調整したことで、空での運用やより多くのビーム兵器を扱えるようになった、アック陣が運用されている。こちらは両手のクローアームにメガ粒子砲と4連装ミサイルランチャー。胴体にも拡散ビーム砲を4機備えた、大幅に火力を向上させた機体になっており、連邦のロンドベルに保護された、ミネバラオザビを奪還する戦いに2機が投入されるも、そのパイロットの一人である強化人間のアゴスラガートに仕掛けられた、類を見ない仕掛けによって、大きな悲劇を引き起こしている。そして以降の時代には悪海の派生機はほとんど登場しなくなるのだが、かなりの年月が経った宇宙世紀 0169 になると、様々な機体のパーツを組み合わせた、ミキシングビルドモビルスーツという機体の一つで、悪海の頭が使われたビアッコと呼ばれる機体が作られている。こうして散々であったデビューの後に、様々な改良版や派生機を生み出してきた悪海であるが、その発展の進化は異説でも、大きく発揮されていくことになったのである。異説の悪海。まずは生死とは異なるパラレル宇宙世紀が舞台となる、機動戦士ガンダムオリジンとサンダーボルト。前者のオリジン版悪海はバックパックが羽根付きのものになり、腹部の装甲が開いて、工作員が出入りするハッチと、機体から降りるための橋を展開できるようになっている。続いて後者のサンダーボルト版悪海の方は、大きく変更が加えられたものになり、大きさが12メートルと小型化されているほか、両手は伸縮しなくなったがホバー移動が可能になり、武装構成も大きく変更されたものになっている。
さらにこちらのアッカイはオプションを換装することで、多種多様なタイプの機体が作れるのだが、頭部やバックパック、そして左腕にセンサー系のオプションを装備した索敵型をはじめ、機雷散布機能のついたランドセルに、ウェポンクラスターユニットと呼ばれる、複合武装ユニットを腕部に装備した火力型があり、こちらは右手側にユニットをつけた火力型 A になるのだが、他にも左手側に構成の異なるユニットをつけた、火力型 B が存在している。さらに両腕に大型の武装ユニットなどを装備した重火力型。バックパックに潜望鏡。武装にヒートブレードやゴップの装甲を改良したシールドを持つ、機動型 A。腕部にクロスシールドを装備。バックパックにはシールドの保持用アームと、ザクマシンガンの予備弾倉を装備した機動型 B が作られているなど、サンダーボルト版はアッカイの可能性を大きく広げた、アッカイ祭りというくらいのバリエーションを誕生させていたりする。また、アッカイ祭りはアナザーガンダム系にも展開されたことがあり、漫画、ことぶきつかさ短編集、イケイケ僕らのビクトリーガンダムでは、機動戦士 G ガンダムのガンダムファイトには、格下の大会であるアッカイファイトがあるというエピソードがあり、そちらではシャイニングアッカイや、その対戦相手であるアッカイマックスターが登場している。さらにガンダムウイングの劇中で損傷したウイングガンダムを、ゼクスマーキスたちが修理したら、何を間違ったのかアッカイになってしまったという、ウイングアッカイや、シェンロンガンダムもそっち側になった。シェンロンアッカイが登場するといったエピソードに加え、一機だけ宇宙世紀に戻るが、バンシーアッカイと思われる機体が登場するページも掲載されている。こうして静止から移設、シリアスからギャグまで、様々な媒体で輝いてきたアッカイであるが、もともとマスコットキャラクター的な要素は、機動戦士ガンダムの映画版のパンフレットで、可愛い癒し要素を持つ体育座り姿で描かれたのがきっかけで、そこからそんなアッカイの一面を、前面に出した媒体が増えて現在に至るのであるが、特にガンプラバトル系アニメ、模型戦士ガンプラビルダーズ、ビギニング G では、アッカイに熊要素を加えたガンプラである、ベアッカイが登場したりと、まさかの可愛さ要素にブーストがかかる出来事も起きたのである。そこから同作のシリーズをはじめ、同じくガンプラバトル系アニメである、ガンダムビルドファイターズシリーズを通して、アッカイの魅力を存分に伸ばした、ベアッカイシリーズの発展が続き、クマのぬいぐるみがロボットになったという設定を加えた、ベアッカイさんといった、可愛さ要素がエスカレー。癒しに磨きがかかった派生機が生み出されていったのである。そしてそれをベースにした系譜はさらに続き、関連作品やガンプラにて、膨大な数の仲間を生み出すことになったなど、アッカイという機体は、水陸両用機の中での型破りな機体であっただけではなく、性能と容姿的な二つの意味で、稀に見る発展を果たした機体だったのであった。余談。大河原国芳の画集、アイアンワークスには、あくまでアッカイのリライトであるため設定はないようだが、意外と他では見ない強いメカとしてのロマンを詰め込んだような、かっこいいリライト版アッカイが掲載されている。今回の解説はこれで終了になります。ご意見感想などコメントをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。では、次回の解説でまたお会いしましょう。